まあ職業柄ですね、編集をすることが多くてですね、テレビの編集って編集マンとディレクターの2人でやるんですね。まあ、ディレクターが編集マンに、じゃあ最初ここのカットこの中につないで、ここはこの人を見せたいから、この人の顔が分かるような強調できるようなカットを使ってくださいとか、テロップはこんな感じで出してくださいとか、そういう指示を編集マンが受けて絵をつないでいくという流れなんですけども、まあそうやってディレクターと一緒にやっててですね、これうちの会社だけかもしれないんですけど、なんかディレクターのね、言い草というかね、口癖みたいなのがすごい最近気になるんですよ。まあなんか編集してるとしましょう。で、僕一回じゃあ仮で繋いだやつを、じゃあちょっと一回チェックしてもらっていいですかって見せましたと。そしたら、ああまあ大体いい感じなんだけど、まあファーストカットは一発こういうの入れとこうかとか、テロップもね、このタイミングで一発入れといちゃっていいよ、みたいにですね、なんか、やたら一発って言うんですよね。一発一発って。なんかこれ、下品じゃない？俺が言うのもなんだけどさ。この一発一発っていうのをやたら言ってくるんですよ、うちのディレクターは。で、これ、おっさんとかがね、使うんなら、まあ、まだ、まあ、まだというか、まあ、いいかなと思うんですけど、普通にね、若い女性とかね、綺麗な女性とかも使うんですよ、これ。うん、一発うん、そこにうん、一発お願い、一発うん。こんな感じで、こう、そう。で、この、レベルの高い一発の使い手になると、おう、じゃあこれ一発やっといて、みたいな。一発やっといてに関してはもうね、別の意味で捉えられる可能性があるんで、ちょっとね、まあ、下品だな、これはって思うんで、やめてほしいんですよね。あ、でもただ、まあ、一発これやっといてとかだとなんか、軽い感じがするじゃないですか。あ、もうなんかこれやるだけでいいんだな、みたいな。なんかちょっと優しいというか、仕事が少ない感じがするんで、そういう意味合いなんかなって思ったんですけど、これさらにね、レベルの高い使い手になるとね、あ、じゃあ一発これカットして、一発別のやつ入れて、で、テロップも一発こんな感じ入れといてって、三発ぐらい入れてくるやつがいるんですよ。こうなるとね、別になんか仕事量が少ないとかなんかいう感じもせんし、むしろ多く感じるし、あと3倍下品だし、いやちょっとね、これほんとこういう言葉遣いをしてるディレクターの方々、ちょっと私は下品だと思うんで、ね、やめた方がいいんじゃないかと思うんですが、皆さん一発という言葉に関してどう思われますでしょうか。よろしければ一発コメントお願いいたします。では不当なもんじゃない、うわどうだ？イレイツーツーガーン！2023トップスアーカイブスシグネチャーリタイアとプレイヤーエディション開幕します。はい、皆さん俗に言うアーシグです。アーシグアーカイブスシグネチャーです。これ今年もう一回開けてますね。フリオが表紙の緑のやつですよ。あれは現役選手しか入ってなかったやつなんですけども、今回開けるこれはね、引退した選手だけ出てくるやつです。なんでこれ表紙もね、アルバート・プーホールズじゃないですか。なので松井一郎出てきます。めちゃくちゃ楽しみです。私ね、松井も一郎もサイン持ってないんでね、そこはねどうしても引きたいんですわ。さらにこのシリーズはですね、伝統的にですね、ワンオブワンが非常に出やすいプロダクトとなっております。実際ね、私前回のアーシグではワンオブワン引きましたんでね、いやー今回もこれかなり期待できるということで、非常に楽しみでございます。さらにね、私去年まで引退選手も買ってなかったんですよ。今年なぜ急に買う気になったかというとですね、なんと黒田の3位が今回から入っとるということでね、いやこれはね、もう買わんわけにはいかんだろうということで、行き至って買いに来ました。ビキビキでした。クルダのサイン私持ってないんでね、ぜひとも引きたいんですよ。ドジャース版もヤンキース版も入ってるらしいんで、個人的にはね、ヤンキースの方がクルダイメージ強いんでね、そっちで引きたいなと思ってる次第でございますと。まあここまでね、なんか聞こえのいい話ばっかりしてきましたが、まあ私去年までこれ買ってなかったって言ってたじゃないですか。でなぜかというと、ほぼ確実に知らないおじさんが出てきます。マジで。こうやってね、なんか、プホールスとかさ、アンディ・ジョンソンとかさ、イチローとかクルダとか出ればいいけど、まず出ない。このメジャーの何百年の歴史の中で、引退していったレジェンドたちが全部この中入ってるわけですよ。私、この開封動画も YouTube で何個か見ましたけど、ほとんど知らないおじさんばっかりでした。ちょっとね、なんで、怖さがあったんですよね、まだ。ただ、クルダがね、入ってるということで、今回はね、思い切って買ってしまいましたよ。だって黒田のサインって、ね、最近
封入されとるっていうか、少なくとも私が YouTube 始めてから発売されたトップスのボックスでフルダのサインが入っとったボックスはなかったぐらい、それぐらいなんかレアというか珍しいことなんだよ。今回知らないおじさん出るの覚悟で買いました。ちなみにワンボックス1万円です。1万円で知らないおじさんか黒田か、さあどっちなんでしょうか。早速買い物してあげましょうか。手応えありでございます。はい、来ましたと。で、皆さん一つ申し上げておくと、これもう開けたらもうすぐ見えるんで、目次も何もないんですよ。なんで今回もね、このダイナスティについてたやつね、ダイナスティじゃ耳鳴りっすか、これでちょっと隠していきますんで、しばしお待ちを。オッケー、これでね、多分バッチリ隠れたはずでございます。バッチリ隠れたはずでございますので、バーッと、はーい、こんな感じでね、バーできましたと。で、これでね、ちょっとこれだけ取り出すんで、ちょっとしばしお待ち、あんま見てないんで。はい、オッケー。はーい、こんな感じでございますね。ちなみに、レデンプションの可能性も全然ありますんで。でもね、黒田はレデンプションじゃなかったと思うんですよね。まあ、ちょっと上からね。上から行きましょうか、上から。LA かね、ちょっと NY が見たいですね、黒田の場合。NY だったら何なら一郎の可能性すらありますから。14尻のキューン。これ、小尻だぞ、これ。14だぞ。小尻の黒だ。まず帽子だと。アトランタブレイブス、オーマンヘリテージ。アトランタブレイブスにいた日本人っておったっけ？ちょっと私は記憶にないので、ちょっと知らないおじさんの可能性がだいぶ高まってきました。にわかに可能性が高まってきました。じゃあ、うわ、白黒かい、しかも。やべえ、これ、1890年の選手とかなんじゃない、これ。オーマンヘリテージがあったんだな。行きましょう。もしかしたら黒田かもしれない。なんか黒田がこう、アメリカに留学に行っとったかもしれない。野球留学。さあ。アンドリュー・ジョーンズの、おい、これ、アンドリュー・ジョーンズだよな、これ。AJ ですよね、これ。AJ。アンドリュー・ジョーンズの、あへあへお散歩おじさんの、サインカードが出ました。AJ2 枚目です、私。へぇー。若いね。若かりし頃の AJ。めっちゃええやん。ああ、よかった。知らないおじさん回避しました。やりました。いいやん。AJ ならええやん。AJ のボーマンヘリテージなら。でもめっちゃええやん。これ何てのカードなの ?96 って背番号なんだな。2001年のカード。2001年のカードみたいですね、これ。やりました。よかった。とりあえず知らないおじさん回避しました。はーい、トップスアーカイブシグネチャーリタイアドプレイエディション回復結果、このようになりました。知らないおじさんを回避しました。むしろ知ってるおじさんが出ましたね。いや、サインもね、これ豪快でめっちゃいいですよ、これ。これはええやん、マジで。まあ、これはね、自分で言うのもなんですけど、かなりね、運がいい方ですよ。マジで知らん人が出るから。いやー、ちょっと黒田がね、引けなかったのは残念ですよね。まあ、しゃあないでしょ。はい、まあ、こんな感じでね、野球カードの会社とかね、ゲーム実況とかいろいろやっておりますのでね、ひじりさは藤田の1、2番が好きだったという方はね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、本日はね、アヘアヘお散歩スペシャルということでね、約10分間、ぶち抜きで、お送りしてまいりました。わおいとお時間です。さよなら。ありがとうございました。いやー、すいません、ちょっとね、あまりにね、黒田が欲しすぎて悔しかったんで、もうワンボックスおかわりしちゃいました。はい、すいません、これで計2万円ですね。ただいやー、なんかね、私わかりませんけど、このボックスからね、 100% 黒田が出るような気がします。いや、出るでしょ、これ。なんかわからんけどね、なんか出る気がする。出ると思う。これはね、マジで出ると思う。断言できる。もし出んかったら、俺の金玉をフルマリン漬けにして、それでメモラビリアカード作る。それぐらいね、絶対出ると思うよな。なんか出ると思うんだよな。ちょっと行くぞ。出ると思うんだよな。おーい出た。これよ、これ。出ました。黒田のサイン出ました。あれ、これ最初からクリスタルパックに包まれているぞ。トップス社様のなんて丁寧な梱包だこと。ありがとうございます、トップス社様。はい、まあ、やらせなんですけども。ちょっと欲しすぎたんで、eBay で買っちゃいました。
ちゃかっこよくない？僕これ黒田初サインです。いやめちゃくちゃいいわ。アレギンの素晴らしいデザインにさらにこの神々しい黒田のサイン、オンカード18番の背番号入り、いやこれいいでしょう。でしかもね、なぜか1万円ぐらいで買えたんですよ。黒田のサインが1万円で買えることないよ。マジで安い。なんで黒田ファンの皆さんもね、今 eBay で買い時だと思いますね。まああんまり買うとね、ちょっと俺が買いにくくなるのはみんなほどほどにね、ちょっとよろしくお願いいたします。まあこんな感じで今日黒田のサインを見ながらお別れということで、ありがとうございます。